はい、電車を降りまして駅直通となっているんですけれども、ここがどこかと言いますと、テニス US オープンの会場のビリージーン・キングテニスセンターになります。去年はコロナで開催されなかったといいますか、観客が入れなかったということで、2年ぶりの観戦となるんですけれども、今日ハリケーンアイダが通った次の日ということで快晴です。非常にいい天気です。今日もそんなに高くなくて過ごしやすいのかなと思うんですけれども、久しぶりということですごくワクワクしております。でこのままボードウォークを歩いていくと会場の入り口になっていますので、このままお付き合いいただけたらと思います。会場に近づくにあたってちょっと調べてなかったんですけれども、ワクチン接種証明が求められました、屋内ではないんですけれども求められていたんですけれども、都合よく持っていてよかったということにつきますね。 US オープンに来るときは、ワクチン接種証明が必要ということでした。はい、いよいよ会場も近づいてきて、ここからチケットが必要になるようなゾーンになります。はい、今金属探知機を無事通過して入ってきました。大きいバッグは持ってこれないので、バックパックとか持っている人は預けなくてはいけないので、なるべく持ってこない方がいいですよね。こちらでチケットが必要になります。はい、チケットを見せて聴診証明、会場の中に入りました。こちらが、ドローになってます。は女子シングルのドローですね。入り口の近くにあるのが一番新しいルイ・アームストロングスタジアム。こちら 3,4 年前に新しくなったので、一番新しいスタジアムっていうことになっています。会場のこの旗おしゃれですよね。歴代の優勝者がこう乗ってるわけですよ。ジョン・マッケンロー、マルシナ・ナブラチロワ、ステフィー・グラフ、ステファン・エドバーグ、ピート・サンプラス、こんな感じでずっと並んでるんですよね。この辺からなんかフェデラーいっぱい出てきますね。ロジャー・フェデラー、ロジャー・フェデラー、ロジャー・フェデラー。こっち外のコートとあと練習エリアがあるんですよね。やっぱりこの1回戦2回戦のいいところは、いろんなコートでいろんな選手がやっていて、こう行ったり来たりしていろんな試合が見れるっていうところなんですよ。これが決勝に近づくと、せっかくチケットがあっても 1,2 試合しか見れなかったりするので、やっぱり前半に来るのがおすすめですよね。でさらにおすすめなのが、この練習日に来る、本戦が始まる前の練習日に来るとさらにいろんな選手が見れて、しかも練習試合やっていたりするのでおすすめなんですけれども、今年に関しては練習日は公開されていなかったので、今回2回戦来てみました。でこっちの方では、練習をしているんですけれども、あとチケットなんですけれども、そのグランドスタンドってちょっと小さめのスタジアムと、さっきのルイ・アームストロングスタジアムとメインのアーサー・アッシュっていう3種類のチケットが入るんですね。でアーサー・アッシュのチケットを買っておくと全てのコートで見ることができるので、全部見たいっていう人はおすすめですし、もっと安くいろんな試合を見たいね、そういうアーサー・アッシュとかルイ・アームストロングと入れなくてもいいということであれば、グランドスタンドのチケットを買ってこういった外のコートでやられている試合を見るのもいいかと思います。ただ有名な選手になればなるほど、やっぱりアーサー・アッシュっていうメインスタジアムでやってることが多いので、そっちを買うのもいいのかなということですね。外のコートとかこんな感じなんですよね。
もう非常に近くで見れるっていう感じなんですけど、そんなにこうランキング高い選手がプレーしているわけではないので知らない人多いんですけれども、推しの選手がいるっていう時には非常におすすめですね。本当にすぐそこに選手がプレーしているっていう感覚で見れるので結構臨場感ありますよ。ちょっとね、観戦のお供にご飯でも買っていこうかなと思ってフードコートに来たんですけれども、見てください、これ結構たくさん選択肢があるんですよね。まあ、全部アメリカンフードなんですけれども、こんな感じで屋外ということもあって、まあ、密とか気にせずに人が集まって食べて飲食をしています。はい、ということでアーサーアッシュスタジアム、こちらに入っていきたいと思います。ちなみに今回は一番安いチケットを取っているので3階の席になってしまうんですけれども、まあ、それでも結構いろいろ雰囲気が味わえるのでいいですよね。もう少し近い席になると100ドル以上しちゃったりするんですけれども、まあ、今回は一番安く45ドルで買いました。はい、一旦席に着きました。ここからズベレフ選手の試合を観戦していきたいと思います。いやー、錦織選手の熱戦で4時間ぐらいあそこにいたので、もう辺りもすっかり暗くなっちゃったんですよね。ただこれもこれで結構雰囲気良くていいですよね。でまだ他の試合もやってるので見ようと思えばまだまだ楽しめます。夜になると少し観客が減るのでさらに近くで見れるっていう点もありますよね。ここチェイスのブースなんですけれども、あのチェイスです。ここでなんかいろいろやると携帯の充電器を借りれます。こちらアメックスのブースです。アメリカンエクスプレスのカードを持っていると US オープン用のラジオがもらえるというものになります。あと100ドル使うと、会場で100ドル使うと20ドルキックバックになるというふうになっているんですね。はい、ということでテニス US オープンでしたけれどもいかがでしたでしょうか。まあ、プロトコルとしてはワクチン接種証明が必要だったことと、お店にの中に行くときにはマスクの着用が必要だったっていうところがあるんですけれども、まあ、あといろんなお楽しみポイントをお伝えさせていただいたと思うんですけれども、 US オープンに来られることがありましたらご参考にしていただけたらと思います。ではまた。